皆さんこんこにちは大樹です、えー、エネルギー意識して話聞いたりとかコーチングしてますかあのー、やっぱりねコーチの非言語っていうのがこう影響しますから我々が明るい状態でクライアントさんに関わるとやっぱりクライアントさんもそれを受けて 少しこう明るいエネルギーになってきますで明るいエネルギーの方がこの、ね、視野も広がったり意識も広がりやすいし前向きなこう発想行動が出てきやすいですですからあの我々もね様子を見ながらだけど少しこう明るめなエネルギーで関わっていくといいんじゃないかなというふうに思いますで明るい以外にもねいくつかこうエネルギーを使ってほしいんだけどもあの男性的なエネルギー女性的なエネルギー子供のようなエネルギーねそしてもう一個はすごく冷静な大人のエネルギーで えー、これらの4つをねまずは自分のものにするっていう風に考えてみたらいかがでしょうか男性的っていうのはある種の力強さとか真剣さとかねほんとどうしようかってあのいう,こう向き合うエネルギーとかね本当にそれで大丈夫とかいいのとかってこういうエネルギーが必要な時もあるじゃないですか、ね、で女性的なエネルギーそっかそんな風にねってなるほどねっ。こう 女性的なエネルギーで相手を受容していくとか包み込んでいくっていうのがあの相手にとってすごくね受け入れられたとか認められたとかあのよかった安心できるっていうなる時もあります。そして子供的なエネルギーですね たくさんいろんな発想をしたりとかそのなんか行動をどんどん起こして実験をしてみるっていう時にはねある種その女性あの子供的なエネルギーですねがこう必要となる時もあると思います要はクライアントが必要としているエネルギーをこちら側が持ってでそれをこう使いながらですねセッションを進めていくだからセッションの中でこう切り替えていくわけですよね重、まあ、要的な側面から始めたかったら女性的なエネルギーからそして何かをねこう決断していく時にはね男性的なエネルギーとかまたいっぱい発想を作っていく時にはね そしてこう冷静に考える必要がある時はその大人のというかねその冷静なエネルギーですよね成人のこうエネルギーというのをこう使っていくとでそういうことをですねこう意識的に切り替えられるようになっていったらねまずはね明るいとかねで明るいでもしくは真剣に小向き合ったけど真剣みたいなあのそういうエネルギーからね少しこう力強いエネルギーね優しいエネルギーそして無邪気なエネルギーね でこう冷静にこう俯瞰をしていったりとかねあの判断していくっていうようなエネルギーというのをこう自分の中でですね、あの意識してで普段んのコミュニケーションから練習してみるとコーチングの中でも使えるようになるんじゃないかなと思います。えー 一本上司のコーチングよりもですねこちら側もこの感情的な波とかエネルギーのいろんなこう波があった方がクライアントさんもその波の中でねいろんな体験をし,して普段とはちょっと違うモードで発想し決断し行動していくということが起こしやすいんじゃないかなと思います是非いろんなエネルギーを使おうとしてみてください参考まで。